身長美容石井学博士整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長と話したい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは超大人気シリーズ身長先生に聞けの16番目になります。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげで16回目を迎えることができました。ありがとうございます。引き続きですね、皆さんも、ね、身長に関する疑問がございましたらコメント欄の方に記載お願いいたします。ピックアップしながら答えていきたいと思います。今回はですね、身長先生に聞けの13番目のですね、コメント欄の中からピックアップしております。次ですね、テストステロンって発育促進して身長伸びなくなりますか？ N さんの質問ですね。最近ね、YouTube が結構テストステロンで単語出てるなと思うので、皆さんもご存知なのかなというふうに思うんですけども、改めて説明させていただくと、男性ホルモンの一種になります。男性ホルモン、まあ女性ホルモンも同じなんですけども、諸刃の剣なんていうふうに言われたりもします。具体的に言うと、ぐっと身長伸ばす作用があるのと同時にグッと骨端線を閉じる作用があるというような表現になってきます。競馬でいうところのムチみたいなところですね。ムチ叩くと一時的にスピードは上がるんですね。ただその代わり大馬さん疲れちゃって最終的には止まっちゃう、そういうような感じになってきますので、決してテストステロンが悪いということはないです。ただし身長が伸びる期間はどんどん短くなっていきますので、そこのバランスが大事かなというふうに思います。 K さん、くるぶしから膝までの長さが長い人は背が伸びると聞いたのが本当ですか？ちょうど骸骨があるので骸骨を使って一緒に見ていきたいと思います。くるぶしから膝まで足のですね、下の部分ですね、ここが長い人が身長がね長く見えるかっていうような質問だと思うんですけども、結論から言うとちょっと理にかなってないように思います。あまり関係ないのではないかと思いますけど、いかがでしょうか。次ですね、 A さん、高校卒業後オーストラリアに行って肉食って水飲んでたら身長10センチ伸びた、180センチになったって人がいるんですけど、何が考えられますか？単に半熟だったってこと以外でってことです。難しいですね。肉食って水飲んで10センチもし伸びるのであれば、もうね発表してるかなというような内容かなと思うんですけども、キーワードとしては3つですね。オーストラリア、肉、水、これだけで10センチをなかなか説明するとは難しいのではないでしょうか。もちろんですね、お肉っていうのはタンパク質で栄養が取れますのでいいのではないかというのはコメントまではできるんですけども。はい、次ですね、 E さん、骸骨臭は身長のみに影響ありますかってことですね。骸骨臭ってね、多分ねほとんどの人が聞いたことない単語かなというふうに思います。骸骨臭っていうのはですね、整形外科の中でもですね比較的稀な方になります。骨がですねこう飛び出てできるようなタイプのいわゆる腫瘍の一つになります。でこれがですね、まあ、身長と関係があるかっていうような内容になってくるんですけども、結論から言えば関係ないというふうに言えると思います。ただ非常に稀な疾患であり、病気を治すという意味ではね研究に進んでいくと思うんですけども、身長の関係性についてなかなかそういったデータが出てくるのは厳しいように思います。少なくとも私の意見としては関係ないでしょうというふうにお伝えする形になると思います。はい、次 H さん、グルコサミンやコンドロイチンは身長伸ばすのに効果ありますかってことですね。この質問も超面白いですね。グルコサミンね、皆さんね聞いたことあると思うんですけど、グル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 コ、あんまこれ以上言えないかなと思うんですけど、まあ、グルコサミンだったりだとかコンドロイチンもね、テレビの CM だったりだとかいろんなところで見るような商品になりますけども、そういったものが身長にいいのか、もちろんですけども、イメージとしてはですよ、グルコサミンやコンドロイチンは軟骨にいいわけなので、その軟骨が働いてって身長が伸びみたいな、そのようなイメージかなというふうに思います。で最初のポイントとしては、グルコサミンやコンドロイチンは整形外科の先生の中でも軟骨に対する作用に関して言うといろんな意見を聞きます。まあ、具体的に言うと高いエビデンスは今のところないです。ということはどういうことかというと、整形外科の先生が100人いて100人ともグルコサミンやコンドロイチンを内服することによって軟骨にいいよというふうには言わないと思います。何人かの先生はめちゃくちゃいいってことはないけど、ちょっとはいいんじゃないっていう表現をする方はいると思います。ただし全然意味ないよって先生も結構いらっしゃると思います。そういったようなところになりますね。前お話ししたようなサプリメントとかそういったようなものの類になりますので、かなり賛否両論分かれるかなというふうには思います。私個人的には他にですね、まあ、たくさん摂取した方がいいようなサプリはあるように思いますので、ちょっと優先順位としてかなり下がってくる方の内容かなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。はい、次ですね、 T さん、先生がいつも出している身長表はどこの時間帯の身長が目安なんですか？いつもねお出しさせていただいている表です。でこの表ね、またちょっと簡単に説明させてください。これはですね、日本人の平均的な身長伸びを表にしたものになります。例えばですけども、15歳で168センチのお子様がいらっしゃったとして、その子が日本人の平均的に身長が伸びたら、最終的に171センチ、そのまま真下に降りていくでしょうという表になります。で、こちらの表がですね、どの時間帯なのかってことで、
かなりね身長に関して詳しい方だというのはよくわかります。まず最初に皆さんと共有したいのは、朝と夕方では身長がだいたい1から2センチ程度違うというふうに言われていますので、そういった意味ですね、例えばなんですけど15歳で168センチといっても、これは朝168センチなのか夕方168センチなのかというね疑問に持っていただいているような内容になるかと思います。結論から言うと別にどちらでもいいです。簡単に言うと、例えばなんですけども最終身長が夜に171センチになっていたい人は15歳で168センチに夜になっていなくちゃいけない、そういうことですね。なので夜に到達したいのか朝に到達したいのかでこの表を見るのを書いていただくといいと思います。ただし一つの目安としては、朝一で測ったデータの方が高いですので気分的には、ね、いいんじゃないかっていうところと、正確にはです、ね、身長定義みたいなのもあるらしくて、朝起きてから何時間後の身長がその人の身長なんでね、まあそういった一応定義もあるみたいですけども、基本的には朝一の一番高い時の身長ね、ご自身の身長だというふうにして考えていただくと気持ちよくていいんじゃないでしょうかね。まあそういった意味だと朝一の身長だと固定もしやすいですしね、夕方何時ってなってくるとその日のどういうふうなスケジュールで過ごしたかもだいぶ変わってくると思うんで、まあそういった意味だと朝一の身長が一つ参考にしていただくといいんじゃないかというふうに思ったりもします。はい、次さんですね、 R さんですね、感染症とか骨の病気で身長が伸びにくくなることってあるんですかってことですね。最近超話題の感染症って感じですけども、いわゆる風邪だったりだとか軽い感染症って呼ばれるようなもので身長が伸びにくくなるっていうことはあまりないというふうに思います。ただし一方でものすごく重症な感染症、例えば今思いついたりするのはですけども、可能性脊椎炎、聞いたことないかなと思うんですけど、腰の骨とかですね、そういったところにこうバイ菌がつくパターンもあるんですけども、そういったようなですね体の深部深い部分に感染してしまうと長期的に入院が必要になって炎症が起きているので、そういった意味でも栄養素がどんどん落ちてきます。寝たきりにもなっていかなくちゃいけないし、毎日抗生剤続けなくちゃいけないしということで、まあ、そういうふうにですね、まあ、超重症の感染症であれば身長がですね伸びにくくなるってことは可能性としてはあると思います。ただ特定の病気で身長が伸びにくくなるっていうのは今はパッとね頭の中では思いついてはいません。はい、あとはですね、骨の病気で身長が伸びにくくなることってあるんですかってことですね。こちらのもう一つの方の質問ですけども、それはあります。いわゆる遺伝性疾患と呼ばれるようなもので、遺伝的にですねそういった病気がですね出やすかった、まあ、骨系統疾患なんて呼んでおりますんですけども、そういったようなお病気はいくつかあります。はい、次ですね、不幸遺伝の信憑性について新潮先生の見解を教えてくださいということですね。不幸遺伝、皆さんご存知でしょうか。不幸遺伝ですね、私もちょっと簡単に調べてみました。不幸遺伝は沖縄のモズクに含まれるアミノ酸仲間っていうような感じですね。身長伸ばすには欠かせない栄養素ですというような文言が書いてあります。ただですね、とあるホームページ見てみると、不幸遺伝単体をとっても身長を伸ばす効果はありませんというふうに記載がありますので、一つそれが参考になるのではないでしょうか。他のサプリメントとかと同じような見解になってくるかな、そういうようなイメージだと思います。ファーストチョイスで私からですねおすすめすることは、今のデータの段階ですとないと思います。まずはもうちょっとエビデンスレベルの高い治療を受けていただくという順番からやっていただいて、それでも身長伸びないよという方に関して言うと、決して進められるというよりは、まあ、検討するというような段階だというふうに考えられます。参考になりますでしょうか。はい、次 H さんですね、質問です。学校から帰ったらすぐ寝転んでスマホをいじってしまうのですが、寝転ぶのは身長の伸びに悪いですか。本当に皆さんにも参考になるので、ね、いい質問だと思います。結論から言うと、あまりお勧めしません。具体的に言うとですね、寝転ぶもおそらくソファーとかになってくるかなと思うんですけども、学校から帰ってきた後のソファーってめっちゃ気持ちいいんですよね。だけどね、そこはねなんとかやめていただきたい。なぜかというと、そこで寝てしまう可能性があると思うんですね。例えばなんですけど、ソファで寝てしまった暁にはですけども、夜寝れなかったりだとか、お風呂にも入ってないので睡眠の質がですね明らかに落ちてしまいます。そうなってしまいますと身長の伸び妨げがありますので、できればですねそこを我慢していただいて、普通に椅子に座っていただいて食事をしっかりとって、何かストレッチするとか少し宿題やるとか勉強するとかして、でお風呂に入っていただいてしっかり体を温めてですね、その状態でしっかりパジャマに着替えて寝ていただいて、身長をねガッツリ伸ばしていただくっていうのはおすすめしますけど、いかがでしょうか。はい、次ですね、 T さん、 ALP が200でも身長が割と伸びることはありますか。この方も超詳しい方ですよね。身長通たちがねこのチャンネル集まってきていただいて本当に嬉しく思います。で、 ALP はですね別名ですけども、アルカリフォスファターゼなんていうふうにですね呼んだりもするんですけど、骨の代謝を表します。これはですね身長と大きく関係があるデータになります。 ALP こういった数値を見て、私もですね、まあ、身長どれくらい今ですね伸ばそうという働きがあるのかというのを参考にさせていただきます。
きます。例えばなんですけども、めちゃくちゃ身長伸びている子、だいたい1500ぐらいあります。すごく伸びてるなってことで、だいたい1000ぐらいあります。500切ってくるあたりからだいぶ身長がですね、最終身長に近づいてきたなっていう印象になってきます。340を切るといわゆる大人の値になります。そういう風に大人の値になってくると、基本的には身長がですね、最終身長に限りなく近づいているってことがわかります。ただしそれだけで判断するわけではないので、まあ諦めずですね、頑張っていただいてもいいかもしれません。はい、次ですね。 T さん、Gパンなどのきついズボンを昔から毎日履いているんですか、身長に影響はありますか。まあいいんじゃないでしょうかね。キツキツなものを履くのがいいかっていうのは何とも言えないですけども、それですごく身長が阻害されるとかそういうことはないと思います。次 K さん、ブルーライトを切ってナイトモードにすれば寝る前にスマホを触って問題ないのでしょうか。もちろんね、ブルーライトが良くないというのは一つですけども、今回の質問に関して言うと、できればやめていただいた方がいいんじゃないかなというような答えになってくると思います。例えるならばなんですけども、明るい部屋で寝るのと暗くした部屋で寝るのと、どっちが睡眠の質が高いかというふうに考えれば、当然なんですけど、暗くした部屋の方が睡眠の質が高くなると思います。それと同様に光刺激がですね、バッと入ると睡眠の質が落ちるというふうに考えても問題ないと思います。次は B さん、欧米人に晩熟が多く遅くまで伸びる人が多いのはただの遺伝ですか、欧米で育った日本人の子供の成長期の始まる時期は日本と同じですか、それとも少し晩熟になるのでしょうか。この質問超面白いですね。まずポイントとしては、欧米人が本当に日本人よりも晩熟なのかってところですね。そこをね、ちょっと私はもう一度ね、いろいろと調べ直す必要があるかなというふうに思います。過去にですね、私の方で調べた成長曲線、アメリカとオランダと日本のものを比べると、確かにですね、日本人よりもオランダ人やアメリカ人の方が晩熟なんだなっていうのは思った記憶があります。といった意味だと、まあ確かにそういう要素はあるのかなと思います。で、あともう一つはですね、日本人がアメリカに行ったりするとより晩熟になるのかってことですね。それに関して、めちゃくちゃ難しい、答えが難しいっていうところなんですけども、今日時点の私の回答としては多分関係ないでしょうというふうなお伝えになってくると思います。ただし、もし仮にですよ、欧米の方が日本人よりもより晩熟である理由が遺伝でなくて生活習慣によるものであるとするならば、より晩熟になるというふうに考えても問題ないと思います。最後ですね、 T さん、身長先生、クレアチンの身長の影響について教えてほしいですってことです。この質問で、ね、何個か受けたんですけども、むしろね、ちょっと教えてほしいんですけども、これ何かこうクレアチンで身長伸びるみたいなありましたか。今回私まで調べたんですけど、特に出てきた感じはしませんので、あんまり関係がないんじゃないですかというふうにお伝えするしかないと思います。皆さんもね、情報がありましたらぜひね、コメント欄に記載お願いします。はい、今日もね、たくさんの質問で答えさせていただきましたけど、いかがだったでしょうか。今後もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の間違い方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。